伊勢ビルは横浜市中各伊勢崎町にある商業ビルである。第1第3伊勢ビルがあるが一般に伊勢ビルと通称される第1伊勢ビルは伊勢崎モールの入り口にあたり、館内駅、馬車道方面から吉田橋を渡ると商店街のゲートの右側に位置する。横浜市会議員の上、安吉三郎は1923年の 関東大震災により壊滅した横浜の町を復興させるための商業施設を建設するべく大価建築促進を目的とした復興建築女性株式会社の助成を受けた。喜びサブロは横浜ではこの制度適用の第一号であった。志向は東京、銀座の三つ引き商事が請け負い、どんな震災や火災にも耐える建物との喜びサブロの強い希望により、 基礎に404本の赤松の杭が打たれた。これは、覇王香川の川沿いという条件もあったが、異例のことであった。女性学を遥かに超える公費を要し、南光寺の末、1926年に第一伊勢、ビルが完成した。当時は、地下1階、地上5階建てで、後に6階が増築されている。地下には、伊勢ビルは洋食堂、最上階だった5階には、 伊勢ビル展望台食堂が設けられ、他に寿司や、新寿司や、2.3階には牛鍋や、朝日牛肉鍋が入居した。情報の応接室は4階に設けられた。5階の展望台食堂が退店した後には、キリンビアホールが入り、その後も、本ビルには、マージャンクラブやビリヤード場、洋傘店、高級ネクタイ店などが入居し、浜の不屋城として、映画を誇った。 第二次世界大戦が始まると金属類回収令により横浜で2番目に導入されたエレベーターは撤去を命じられた。横浜大空襲は耐え抜いたが終戦後は新中軍により接収された。接収中は米軍関係者などが利用する食料品店が開設されていたが喜びサブローの働きかけにより伊勢崎町の中では比較的早期に接収解除された。 地下には1952年よりパブサントリーが営業していたが、退店後十数年使われてこなかった。近年の現状回復工事において、昭和初期にカフェオリエントとして使われていた頃と見られる砂漠の旅人やファラオ、ラフの壁面絵画が発見された。2階には1955年当時にダンスホール。 白馬車として営業していた頃に描かれたと見られる馬車に乗る男女と空に浮かぶ飛行船の壁絵が発見されている。5階には一時期ホテルとして使用されていた名残のタイル張り浴槽が残っている。2015年現在は1階には気象県の売店や家系ラーメン、ゴルケ、ジーンズショップ、ジーンズハウス岩の4階に出版社、星羊社やイベント企画会社、 国空研究所などが入居している。伊勢崎町の入り口の目立つ位置にあり、屋上には長らく広告看板が設けられていた。完成当初には、キリンビール、米軍第8軍による、接収中には、6階窓に、ナンバー8バザールの看板が掲げられた。1966年と1977年の写真では、沖、正宗の横型看板と、 日華ウイスキーの縦型広告等が確認できる。1980年12月からは縦5メートル、横13.7メートルの急進の看板が掲出されたが、同社の広告戦略の見直し及び防災上の観点から2013年11月に看板は撤去された。第2伊セビルは1954年度の女性で伊勢崎町2丁目に 第3伊勢ビルは1956年度の女性で、長者町7丁目に建設された。いずれも現存する。ありがとうございます。